はい、こんにちは、チャオコーネです。今日はね、いっちゃんです。いちご姉さんです。久しぶりにですね、チャオおじさんに聞いてみようの、動画をね、撮ろうかなと思って、で、コメント欄の方に、時々質問がね、書き込まれるんでね、それに少しお答えしたいなと思います。お役に立てればいいですけど、まあ今日はね、あんまりお役に立てるような内容じゃないんですけど、何個かピックアップしています。じゃあ一つ目、こちらですね、四つメロディー、こんにちは、いつも動画楽しく拝見させていただいてます。質問なのですが、飼っているヨーキーが来月1歳半を迎えるんですが、毛の色が赤ちゃんの頃から全然変わらず黒いままなのです。理由は分かりますでしょうか。体も小さいので赤ちゃんみたいで可愛いのですが、ということで、ヨーキーというのはね、ずっとコートの色が変わっていく、まあヨーキーの七変化とかね、よく言われるんですけどね、死ぬまでに7回毛の色が変わるってね言われます。そのぐらい変わっていくんで、普通だったらね、生まれてからまあもう1歳を迎える頃には、だいぶねコートの色って変わるんですけど、この子の場合は全然変わらないということですね。ね、います、そういう子、いますよ。全然もうずっと大人になっても変わらない黒いまんまって子もね、確かにいるんですね。原因は何でしょうってことですけど、まあ大きな原因っていうのは、血筋だと思います。血統ですね、その子のパパママ、の掛け合わせであったりとか、もっと遡っておじいちゃんおばあちゃん、ひいおじいちゃんひいおばあちゃんとかね、その子の、血統の中にやっぱりそういう子がいるんだと思いますよ、それで、出てくるっていうことですね。でもね、時々ね、そうじゃない、うちでもね、たまにいますよ、真っ黒でね、変わっていかないっていう子がね、兄弟は変わってるのに変わらないとかいうね、子もいますけど、まあそれもね、まあこの方もね、可愛いからいいと言われてるんで、僕もそう思います。個性だと思ってね、いいと思いますよね。変わらないなんていいよね。超おじさんはね、だいぶ変わっちゃってね、もうね、超おじさんもね、シングルコートのはずなんですけどね、抜けてないはずなんですけどね、なんでだろうね。で、二つ目の質問に参ります。同じ方からね、3つ質問があります。これがね、面白かったんですよ。面白かったんでね、拾っちゃったんですけど、もう優斗さん、まず一つ目ですね、もう優斗さんから、みつぼちゃんかわいい、撮影者さん好きな YouTuber はいますかってね、これもう犬と全く関係ない質問っていうのがね、もう大爆笑してしまってね、好きな YouTuber はいますかっていうことなんですけど、僕ね、魚釣りが趣味なんですね。で、魚釣りの動画をアップしてる釣りよかでしょうっていうね、YouTuber がいるんです。6人組ぐらいなのかな、男の若いお兄ちゃんたちが、が釣りしてる様子をね、動画にアップしてるんですけど、それをよく見ます。よく見ますっていうか、ほぼ毎日見ますね。毎日アップされていくんでね、毎日見てるんですけど、面白いんですよ。この人たちね、佐賀在住なんですね。佐賀県に住んでて、釣り YouTuber として活躍されてる。もう130万人とか登録者いるんじゃないかな。芸能人なんかともコラボしたりしてる、まあ業界では有名な方たちですね。僕も釣り場で時々会ったりしてね、何回かお話しさせてもらったことがあるんですけど、面白いお兄ちゃんたちなんでね、ぜひ見てみてください。それから同じ方から2つ目ですね。これもね、受けたんですよ。ワンちゃんかわいい、撮影者さん、この撮影者さんっていうのがいいでしょ。撮影者さん、昨日の夜ご飯、昨日の僕の夜ご飯が気になったんでしょうね。昨日の夜ご飯、昨日の夜ご飯はね、馬刺しでした、馬のお肉ですね。馬刺しを昨日はいただきました、この前オフ会でね、お土産でいただいたんですね、で昨日はね、早速いただきました、美味しかったです。ありがとうございました。また待ってます。
そして最後にね、また同じ方、ゆうとくんからですね、ショートカットの犬かわいい、これニコちゃんのカットの動画の時にコメントあったんですよね。好きなアニメはありますか？アニメ、この年になって好きなアニメを聞かれるとは思わなかったんですけど、好きなアニメはありますか？特にないですよね。もう別にアニメなんて見ないんですけど、この前ね、アメバ TV、 アメバ TV で、会ってたんですけど、ジョジョの奇妙な冒険、ご存知です？ジョジョの奇妙な冒険、僕世代の特に男の男性の人はね、ファンの方も多いと思うんですけど、昔ね、週刊少年ジャンプで連載されてたんですね、それのアニメ版をね、アメバ TV で全話一挙放送って言ってね、やってたんですよ。もう朝からずーっと流れてるの。それをねちょっとね見始めたらハマってしまって全話見ました。うん、懐かしかったな。ジョジョの奇妙な冒険、ファン多いんじゃないかな、根強いファンがね。まあという感じでね、今日の質問は特にお役に立つ、お答えじゃないんですけど、まあ時々コメント欄にこうやってご質問いただくんで、できるだけねこういう形で、僕が分かることであればお答えしていきたいと思います。ぜひね何か聞いてみたいこと、面白い質問、どっちかというと面白い質問の方が好きです待ってますので、気軽にねコメント書き込んでください。よろしくお願いします。ということで今日はねいっちゃんでした。いっちゃんだよ。そう、なんでいっちゃん連れてきたかというとね、コートの色がこんなに変わるよっていうのを見せたかったんですね。で、ちなみにいっちゃんの、小さい時の様子っていうのはこんな感じです。可愛いでしょ、めっちゃ可愛いでしょ。これねちょうどね50日ぐらいだったと思います。いちごさんが、50日ぐらいの時の写真ですね、これがまあこんな感じで変わっていくっていうことをちょっと見せたかったんで今日はいちごちゃんを連れてきました。ということで、いちご姉さんでした。今日もありがとう。またねー。チャオポヨー。とうとう言っちゃった。ね、よし、オッケー。